あーざいまいまい毎回サイサイです。ライです。ポンです。リアクションキーモキーモ。じゃあ今日はなすっぺ夢の中だけに現れる謎の男についてお話したいと思います。夢の中だけにしか現れない奇妙な男が存在したということが確認されたんですよ。夢の中だけか。どういう話かまだ多分掴めてないと思うんで、お二人、もう早速話し始めていきたいと思います。ドリーム。夢の中にしか現れない男。2006年1月、ニューヨークの著名な精神科医のもとにあることで悩んでいる女性が訪れました。その女性によれば、夢の中に毎回ある奇妙な男性が現れるということでした。どの病気にも当てはまらないこの女性の症状を奇妙に思った精神科医は、女性にその男性の似顔絵を描いてもらい、その日はそれで終了しました。その似顔絵がこちら。え？ふなんかふなんか、ね、と眉毛。眉毛特徴的だな。なんかちょっとトレンディエンジェル感。斎藤の人。うん。たかし。そっち。隣。どうすかね、このなんか見たことあるとかってあります？もしかしたらなんかあるかもしれないですけど。どうすかね。イスマン。数日後、ある別の男性幹事がその絵を見て、自分も夢で見たことがあると証言。偶然のエッチに興味を持った精神科医は2人を呼び寄せ、改めてこの絵の男を検証してみることに。するとどちらの患者も現実ではこの男に会ったことがないとのこと。さらに精神科医は複数の同業の友人のもとにこの男の似顔絵を配ります。すると何人もの患者がこの男が夢の中に出てくることで悩んでいることが判明したのです。医師はこの似顔絵の男をディスマンと名付け、世界規模での調査を始めることになりました。そんな見たことある人いるってことなんだ。そうそうそう、実は一人じゃなかったっていうのがこの話なんですよ、ね、現実で見たことない人を夢の中で出るっていうことを、ね、1回ある、ね、あるありますか。1回ある。マジ、しおりっていう女の子現実にはいない。いや、現実にはいるよ。その、うん、その名前はおるんやけど、なんか顔が自分の全ての理想が詰まった顔やねん。ああ、なるほどね。でもそんな人見たことないねん。あで、あのイオンモールでペッパーランチ食った、はいはい、ダッサ夢の中のディスマン。ディスマンの似顔絵は世界中に配られました。するとその結果、なんとロサンゼルスやベルリン、サンパウロ、テヘラン、北京、ローマ、パリ、ニューデリーといった世界中の主要都市で2000名を超える人々が夢でこの人物を見たことがあると判明したのです。夢の内容はロマンチックなものや性的なもの、恐ろしいものと様々で、一緒に空を飛んだというものもあれば、何もせずに見つめてきたというものもありました。しかしやはり見たことがあると答えた全員に共通しているのは、現実世界では見たことがないということでした。いろんな国で見てるんですけど、うん、誰も現実世界で見たことがないっていうのがこのディスマンなんですよね。誰もないんだ。誰もない。ディスマンに垂れてる夢とかも見た人がいるってことですね。そういうことです。ディスマンと一夜を。あの顔の性癖はエグそうやぞこんなのされたことないって何回も言いそうディスマンと一緒好きそうやだな。多分ってあげビデオでしか見てないことないやつよ怖すぎるでしょ。まあ結構やりますね。いやお前童貞やん。世界へと拡散。そんな中、ある雑誌にてディスマンを事実として特集する記事が掲載されました。その記事にはディスマンの情報をまとめたウェブサイトを制作したナテッラという女性が登場していて、彼女によれば2008年の冬、最初に夢でディスマンを見て、その際にディスマンに誘われてウェブサイトを立ち上げたのだといいます。彼女のサイトによれば、ディスマンの正体についていくつかの説が挙げられるのだといいます。それは例えば、ディスマンが神が現れた姿であるというものや、企業が人々を秘密裏に宣伝し、私たちにディスマンの夢を見せているというもの、単にディスマンを見た人の話を聞いた人がその夢を見ただけというものなど、詳細はまだ分かっていません。まあいろんな説が考えられましたっていう話です。詳細まだ分かってないんだ。分かってない。でもさ、そのこんな人が出てきたっていうのはもうあるんや。絶対それ見たから見るんや。あー確かにね。これは今見せられた画像でも夢出てきそうやもん、うん、なんか。あー確かに。めっちゃ眉毛深いし。確かに確かに。特徴ね、眉毛あるし。それのマックスバージョンみたいな。あーなんじゃないですか。可能性、ね、それはあるかもね。全然あるかもね、はいはいはい。なんか確かにこれ俺も見たからなんか今日出そうな気がするもん、うん、なんかちょっといいですか、うん、なんか眉毛で思い出したんですけど、だからさっきから童貞童貞って僕のことめっちゃいじってくるじゃないですか。一個いいですか。僕夢の中で勢いはこれだけでは収まりませんでした。ディスマンは2009年にインターネットユーザーや報道からの注目を集め始めたのです。
その年の10月になってからディスマンのウェブサイトへのアクセスが急増し、短期間のうちに200万件以上のアクセスを記録、そして1万を超える電子メールが送られてきました。その結果、ディスマンを夢に見たという体験談やディスマンに似た人の写真が大量に寄せられました。ディスマンは世界的に有名になっていったのです。え、もうじゃあすっげえ数の人が見てるってことだよね。そういうことになる。超絶売れっ子。めちゃくちゃ売れたな。賢い売り方、顔の売れたな。はい、そういう売れ方あるんや。じゃあ僕の顔切り取ってもらって、あの皆さん拡散お願いします、はい、白黒で、白黒でちょっとぼやかしてみたいな感じ で、ツイッターでてっぺの顔で、はい、あのこんな男出てきたんですけどって、元たどったらここみたいな。熱いそれは。で俺らが最初発信してんでしょ。それ発信してる。おいしまーす。やりてんの。でもこれ結局何なん、その真相はまだ闇なの。はいはいはい、闇だったんですけど、うん、実はなんとバレてしまいました。これはどういう、バレた、バレた、そう、いろいろあったんですよ裏側で。どういうことか見ていきたいと思います。ピコック、ディスマンの正体。このディスマンには意外な誕生秘話があったのです。実はこのディスマンはマーケティングの専門家であったナテッラが創作したもので、これらの話のほとんどがマーケティングのためのものでした。つまりナテッラはディスマンの被害者としてウェブサイトを制作したのではなく、ディスマンを広めるためにサイトを制作していたことが判明したのです。ナテッラはディスマンのサイトが単にマーケティングの計略でしかなかったことを認めた一方で、何をプロモーションしていたのかは決して明かしませんでした。一説によれば同名の映画が公開される予定だったという話がありますが、現在に至るまでその話は一切上がってきていないことから、話は飛んでしまったのだと考えられています。うわー、それがもう決まり、その決まりらしいです。まあいろいろ話はあるんですけれども、映画のためのプロモーションだったっていうのを、だからすごいね。最初の意思の話とかも全部その人が、え、あ、そういうことかよね。ウェブサイト立ち上げたのがもう最初で、バックストーリー考えて、じゃあ最初の被害者ももしかしたら組んでる側の人間だったかもしれないってことね。しかも完全に虚構かもしれない。うわ、そもそもいないかも、そもそもいないかもしれない。えぐ、でもプロモーション的にはもうベストなことをやってるよね。ベストなことやったんだけど、まあ、当時としてはすごい批判されたっていう。まあまあ確かに、まあね、すげえ手法やな。でも天才だね、その人、その人だと。マーケティングのそれを当時やったのがすごい。じゃあマーケティングの重要性を話してる動画、はい、ためになりました。やりました。はい、どうしよう、あのヤバシス今回レンさんお願いします。バケロ、That's the glory of love.